新10レース発送です。スミレステークスリステッド競争芝の 2200m に8頭です。ここからクラシック戦線へというのもね、いると思いますけれども、どの馬がここを勝って名乗り上げていくのか。人気ですが上位は拮抗しています。単勝でも差がありませんね。6番のマテンローボンドが直前ではわずかに単勝で1番人気、ほとんど差がなく5番のセレシオン、さらに差がなく7番のベローナシチ、さらに1番のレバンジル、そして4番のボットボレットまで差のない人気となりました。阪神10レースご覧ください。阪神競馬場第10競走はスミレステークス芝 2200m 3歳オープンリステッド競走です。スタート地点外回りの4コーナー近くにあります。スタート地点レースでは3、4コーナーは内回りを使用いたします。まずは正面スタンド前いっぱいに使っての先行争いになります。今年は8頭3歳オープンスミレステークス、春の飛躍に向けての重要なステップレースの一つです。さあ4番ゲートポットボレット収まりました。最後アスクオンディープ8番ゲートです。全馬ゲートに収まって係がチェックをしています。ゲートを離れました。スタートしました。さあ若干ばらついたようですが先行争い何がいっか。ポットボレット間から外から内にアスコンディープ、先手を奪うか。最内から1番のレバンジルもすっと後位へ。その後最内にコースを取っている2番の当選番のは現在4番手、その後は2馬身ほど開きました。3番のシェルビーズアイが内、外が6番のマテンローボンドです。2馬身後方5番のセレシオンが追走です。後ろから今日は運んでいます。そして1番後ろから7番のベローナシチが追走しています。さあ各馬1コーナーをカーブし終えました。先頭はこれから2コーナーへと入るところ、先手をリードを3馬身と取りました。2番手4番のポットボレット追走、直後内2番の当選番のが行っています。3馬身開いたところですが、内3番のシェルビーズアイ、外6番のマテンローボンドがじわりと動き始めています。後方2頭を目指していきます。先手を奪っているのはレバンジルです。レバンジルが先頭、リードは1馬身、2番手の1、4番ポットボレット、3番手アスクオンディープ、内は2番の当選番の、そしてその後ですが3番のシェルビーズアイが追走、外からはマテンローボンドがつけています。中段の5番のセレシオンがいて、その外からメローナシーという体勢です。さあその後からは5番のセレシオンという体勢です。さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。今度は間4番のポットボレットが先頭、ポットボレットが先頭です。しかし内応戦するように1番のレバンジル並びかける、そして外に持ち出していった7番のベローナシーが前の争い、レバンジル、ポットボレット、レバンジル、ポットボレット、2頭並んで合理。最後は4番ポットボレットがレバンジルをかわしたかどうか。しかし接戦、今日は変える形、4番のポットボレット、最後は前に行って粘り込みを図ります。レバンジルとの追い比べを制したようです。そしてその後の3番手以降の争いですが、ベローナシチーと5番のセレシオンです。ゴール前2頭の争いからわずかに4番ポットボレット、ジャスタウェイの3区鞍上福永雄一騎手勝利を収めております。2番手には1番のレバンジェル、3番手これは接戦、7番のベローナシチー、内5番のセレシオンです。タイムは2分12秒9です。
上がり 800m は46秒3、 600m は34秒4、すんなり1着4番ポットボレット、2着1番レバンジル、3着7番ベローナシチ、4着5番セレシオン、5着は3番シェルビーズアイで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまでお待ちください。1、2着争い、3、4着争い、いずれも接戦とはなっていましたが、いずれも外の馬が優勢でしたね。5着目ですんなり上がっていまして、4番のポットボレット、今日2番手後位追走から最後は逃げていたレバンジルを捉えました。4番1番7番5番人気2番人気4番人気の順です。単勝4番 6.0 倍、枠連の発売はありません。馬連1番4番 9.9 倍、馬単4番1番 23.1 倍、三連複1番4番7番 13.7 倍、三連単4番1番7番 92.9 倍です。確定までお待ちください。